待ってます。待ってるね待ってるね。そう、今日はねほのぴーがね体調不良で急遽よしみんが出てくれることになりました。そうなんです、ほのぴー頑張りすぎたのかなってね心配ですね。ほのぴーはあんまり体調を崩してるところは見ないのでねえ心配ですね。ねえめっちゃめっちゃあれです、心配ですね。そう、おはようございます。サミさんおはおはー、サミさんのボード作っていくので気づいてもらったら嬉しいよって。あ、よかったら自己紹介っていうかしてほしいです。名前を教えてほしいです。お花ちゃん人気も持ってますので、よろしくお願いします。やりますので待っててくださいね、お花ちゃん人気ここのとこ忙しかったからな、もうほんまにほのぴーは出過ぎ、公園に体調崩れるのも仕方ないですよね、めっちゃ出てるもん。そうです、コジリンさんのポップアップも行ってきましたよ、昨日。リンヌの、そう、小島かりんさんがプロデュースしたブランドのポップアップです。めっちゃ可愛かったですよ。なんかお店の奥っていうのかな、奥にかりんさんの写真が何枚か飾られててね、めっちゃ可愛かったです。あ、いっぱいチュ、ありがとう、ありがとうございます。そう、めっちゃ可愛かったおはーみたん、おはーみたん、おはーみですね。毎度邪魔すんで、邪魔すんなら帰ってあ、でもそしたらアビ予想すんで相方の配信に行ってきますみたいな感じだ。多分今日のお弁当楽しみな、今日のお弁当楽しみですねお弁当紹介な、待っててください。アビさん、おはようございます。あ、ぜひ公園でご紹介していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。そう、皆さんよろしくお願いしますな、握手会までに、まあ握手会でもいいかもな、もう一回ちゃんと自己紹介し合いたいですよね。ブログも毎回楽しみ、ありがとう。ほんま、さゆちゃんがねいつも公演終わりに編集してくれるんですよ、ほんまに優しいですよね。そうね、あ、そう、なのでナミはね今日は本当4番手だったんですけど、あの1週間で散歩時これがいいなのかやる予定だったんですけど、まあ覚えてはいるからな、覚えてはいるんですけど、できなくなっちゃったんですけど、まあもうちょっとしたら、まあ1週間は過ぎちゃうんですけど、まあもうちょっとしたらまだできると思うので、できるとというかできる場ができるので、まあちょっと長引くけど、間が長引くというか間が空いちゃうんですけど、まあ頑張ります。そうです、だからラミは今日は普段のボディに戻ります。そうですね、ラミでは無理しないようにってな、ほんまにはいよ、かっこ相方の配信もうすぐ終わるようなので帰って二度寝するってダメやな、ダメですねそう、あとね、アミはそう4番手覚えるときに今日で時間がなかったんですよ、全然。B2 さん出て休憩出て、学校の建築合宿で3日間家にいなかったので、なんかデジカメを持ってってよかったんですよね、学校に。そう、なんか写真を撮るのは別にスマホとかじゃないからいいみたいな感じで、そうだからデジカメにね、アイヌの顔を撮って外出口暇の時ずっと覚えて見てました。そうなんです、なのでまあ待っててください。夜のゴーちゃんの生誕祭に行く、あーいいですね、待ってます、待ってます。そうそうですね、昨日の NB48 公式ラジオでエイビオンがアミラの話してた、そうなんですか、
見ておきます。後でありがとうございます。教えてくださって。後で見ておきます。のみたん、おはよう、おはようございます。おはよう。おはよう。そうですね。待って待って、あ、お願いします。待っててください。そう、まあでも言うて、そんな日にちも開かずにまたできると思うので、ま、待っててください。そう。名前シーンにサインもらえる見てるねって。ゆうみさんですか？誰やろ？誰ですかね？ゆうみさんかな？そうなんですよ。ゆうみさんの、今、新曲のこれがなのかの CT にね、ついてくる生シーンで、ゆうみさん当てちゃったんですよ。地引き。やばいよな。しちゃった。地引き。だから、それをツイッターでつぶやいたら、ゆうみさんが、今度会ったら、生写真にサインとメッセージを書いてあげるねって言ってもらったんですよ。やっぱりこれが愛なのだですよね。ほんまにめっちゃ嬉しかった。普通にさ、普通にもうもう地引きをするだけで、もうそれだけ、それだけで嬉しいやん。もうそんなサインとかそんなんね、でもうそれどころじゃないぐらい当たったことが嬉しいから。なのにサインまで書いてもらえるらしいです。やばいね、もうこれは宝物ですね、一生のね。あみちゃんと去年もらったね、ゆうみさんからお手紙を、生誕の時に、あみ去年生誕、初めての生誕祭のお手紙がゆうみさんからだったんですけど、ゆうみさんからのお手紙をちょっとちっちゃかったんですね。だから大きく印刷し直したんかな。それでちゃんと額に入れて、額縁に入れて飾ってます。そうです、ちゃんと飾ってます。そうですね、それがみたいな時ね、ほんまにありがとうございます。でもなんかさ、全然関係ないこと言うんですけどさ、あみなんか一回カメラにサイン書いてみたい。なんかよくさ、テニスとか野球とかそういう大会で買った後ってさ、こういうあの何ですか、アクリルの透明の下敷きのところに書くやん、こうやってやってみたい。あれいいですよね。なんかそう、そうその話でゆうちゃん号泣するわって、本当にアミの部屋の入り口にね置いてるから、マジでほんまに本当にね、あっちゃん飛んでます。なんでのサインって自分で考えたんですか？そうですね、なんかね、もともとサインを決めるときに何個か自分で候補出してきなさいみたいな感じで出すやん、候補。それでスタッフさんと話し合って、スタッフさんが、あ、ちょっとこれは変やからちょっと書き直すでとか言って、スタッフさんが考えてくれて、もうこれでいいやな感じとかで決めあったんですけど、なんかね、アミのサインは2パターンあったんですけど、結局今のやつは自分が考えたままです。何も手触らずに、手直ししずに決まりました。雨が考えたやつになりました。そうですね、なんかさ、一時期サインって憧れる時期あるじゃないですか。その時に、まあ、バードの友達とかと書き合ってたんですよ。そうだからですかね、まあ、それをちょっと応用変めな感じかな。ちょっと待って、ゆうみさんの教えてあげる。印刷し直してないんかな。いや、印刷し直してると思いますけど、これは。これです。ちょっと周りもね、こんなにキラキラにしちゃったりしてみたりですね。めっちゃ可愛いやろ。これはでも読みますね。はあ、ってなってますね。そう、こんな感じですね。これを置いてますね。
そう、うん、一度は自分のために考えるねんな。考えますね。そう、思ったよりちゃんと飾られてる。そうですよ。こんな感じです。まあ頑張ります。これをまた見て、これを、これとあのね、ゆうみさんのグッドスプーンとあのね、あみのグッドスプーン横に並べてます。いつでもね泊まりにおる。キモいな、ちょっと言い方が、ごめんなさい、言い方はキモいんですけど、まあ違います。ちょっと言い訳があるから、まあ違いますね。そうです。で、あとはリカちゃんの、リカちゃん人形の期間限定かな、なんかもうすごいシルバードレスに入れて、もうふわふわのドレスを着てる子を隣に置いてます。はい、そんな感じですね。そう、こんな感じでしたそうなんですよ。おはよう、おはようございます。おはよう。あみちゃん、サインにパンツ書く時もあるかなって、なんか付け出していいか分からなくてね。あのね、付け出してはないけど、まあ隣にパンダ書いたりはしてますかね。あ、でもなんかその時の忙しさに、なんで忙しさというか、ほんまに早く書いてよって言われたら、もうとにかくサインとまあメッセージぐらい、あとは周りの装飾とかだけど、時間があれば、あみ後ろにメッセージ書いてるので、皆さんよかったら、あみの直筆が当たったことがある方は、後ろまだ見てないなと思ったら一回見てみてください。書いてるかもしれんから。リガちゃん語ってるのかわいい、ありがとう。リガちゃんね、もういっぱいおるで、あみのうち。リカちゃんの髪が白い、白いっていうかシルバーの頃と、リカちゃんが髪茶髪な頃と、ミキちゃんとマキちゃんと、あとレン君と、あとね、ママのね、リカちゃんもいます。ママが昔持ってたリカちゃんも3人ぐらいかな、いますね。そう、そうです。7月はゆうみちゃんのゲームを取ったからみたいな話いろいろしようかなって、やった、まだ何喋ったか教えてください。そういえばみたいなアバターまだですかね。ほんまにそれの遅すぎるですよね。ちょっとめっちゃ遅いよな。なんかこれが正常なんかが分かんなくて、ちょっとほんまにね、あのね、ちょっとほんまにこれはおかしいかもしれないと思ったので、あみが今日ちょっとあの劇場行ったら聞いてみます。ほんまに、うん、ほんまにちょっとほんまに遅いですよねいや、あって、なんかそれが正解なんか分からんくない。あみたちは、あみもよしみもあやみちゃんもみんなマネージャーさんには出したんですよ。もう完全に出したけど、マネージャーさんが出してる、まあ出してるとは思うけど分からんやん。もしかしたらほんまに忙しくて出せてなかったとかかもしれんから、ちょっとまあ聞いてみますアバターどれぐらいですかってそう、みんなの直筆裏面めっちゃ書いてあってテンション上がった、ありがとうありがとうございます。そう、なのでね、待っててください皆さん。直筆書いたら後ろにあるかもしれないので、かもですね、かも。あ、ルームス入会でもらったみんなのサイン画像をロック画面にしてるよって、ありがとう。そうですね、名前書いて、あのあれもやったもんな、サインを書いたのでね。そう、あとね、日曜日にできればアミタンランドで配信しようと思ってるので、ごめんなさい、なんか全然更新できてなくて本当にごめんなさい。そうなので、ちょっと待っててくださいね。あのでも、あのコメントの返信はあのちょっとずつなんですけどやってってるので、ちょっとそれだけちょっと一旦お待ちくださいマネージャーさんが提出されてたってことはないよな。そう、それが心配なので、ちょっとあの聞きたい。なんかヨシミンとかあやみちゃんもまだやから、もう少しかかるよね。なあ、そうなんですよ、アミとヨシミンとあやみちゃん一気にマネージャーさんに出してるから、同じなのでね、わかんないんですよね、どうなってるか。ちょっと聞きます。そう
嫌な予感するのあの方はやりがいない。あ、でもね、アミたちのあのマネージャーさんはちかぽよさんじゃないので大丈夫ですよ。大丈夫というか、でも近重さんはめっちゃ優しいですよ。なんかみんなが熱いって言ってたらね、アイスを買ってきてくれました、この前。やばくない？めっちゃ優しい。みんなのために自分の体力を削ってアイスを買いに行ってくれた優しいですね。ね、そう、あとね、ルームスちょっとね人数が増えててね、めっちゃ嬉しいんですけど、ほんまに更新できてなくて本当にお前土下座です、申し訳ないです。うん、ちょっと待ってください。うん覚えてないから大丈夫、わらわらで、だってさ、近重さんの印象が悪くなっちゃうそうだから大丈夫ですよ。また劇場でかき氷する季節が来るねって。そうですね、来ますね。今日もアイスあるかなって、あるかな、アイス、アイスあったらでもちょっと頑張れちゃうんですよねわかりますか、なんか頑張れるっていうか、終わった後のわーって感じがやばい、冷たいからそうですね、おはちまこ、おはちまこ、うん3人揃ってからの配布なんやろな、どれぐらいで作れるのか知らんけど、そうですね、どれぐらいでいいんです、どれぐらいで作られるんやろな、全然わからへんね、ねえ、ほんまにちょっと聞いとけます、一回心配やしな、だいたいどれぐらいか分かったら安心するっちゃするやん、なので聞きます。あ、みんな忙しかったからこっちの続いていいよって、ありがとうございます、ほんまに本当にありがとうございます、なので待っててくださいあのな、あげたいのはいっぱいあんのにな、編集ができてなくてな、もう追いつかないんですよ、ちょっとなので混ぜてください、ほんまにのみたん、アイスの実が好きなんて、いや違いますね、あのアイスの中に入ってたやつの中ではアイスの実のカフェオレが一番好きやったのでそれにしました。そうです、ピノのストロベリーチーズケーキ味っていうのが発売されたらしくて、食べたいよやって、え、めっちゃ美味しそう、なんかめっちゃ美味しそうですね、ねえそういいですね、アイスの実か、あ、違えた、アイスの実、いや、え、何やピノか、でもストロベリーチーズケーキってサンティーワンとかに売っちゃうって、そうですね、名前がね、あ、草野球行ってきます、あみたいなためにヒット打ってくるわ、ちなみにコータンセーター行くで、だ、ありがとう、待ってます、楽しんでね、草野球、とどとどすすむそうですね、今日もお弁当、今日千場なんて言うんですか、お弁当相場、相場か、争って奪う、じゃんけんあるのかなって、ありますよきっと、けど何のお弁当かによるんですよね、そうやな、何のお弁当かな、じゃあそろそろ、争奪や、ごめんなさい覚えとくわやばいやん、今日の一のひろゆきさんの絵を描きたいと思います、ひろゆきさん何描きますか、争奪か、争奪やな、争奪じゃんけんか、あるな、全身じゃんけんは誰が言い出したのって、誰が言い出したんやろ、わからないですね、全然覚えてないですね、はい、そうですね、うん、今日の昼ご飯はパスタ、あ、いいですね、なんか劇場でもパスタは出ないですね、仕事の都合で今日から4日間お休みになりました、では、いいですね、アバターでやって分かりました、勝利を祈ってます、お願いします、けどお弁当の勝利よりマミはメイクじゃんけんの方が結構かかってますね、マミは、あの時間がねめっちゃ変わるんよ、時間、予定が変わる、めっちゃ
そうですね、だからメイクはじゃんけん勝ちたい。ちょっと待ってくださいね。何食べてるんですかね、これたこ焼きかな。なんか何やろ、ちょっと待ってくださいね。あとね、皆さん座席の裏にね、あ、1位変わったって、高政さん、じゃあ書きます。そうで、なんか座席の裏にあみち番号書いてるんですけど、絵で書いてる番号もあるんですよ、半分ぐらい。なので見てください。そうですね、ちょっとひろゆきさんのも書けたので見せますね。たらーん、こんな感じです。はい、チーズ、ありがとうございます。ありがとう。高政さんいますかね、今いらっしゃいますか。いますかおられましたら、なんかお絵描きするので、何がいいですかね。何にかけましょうかね。ね、アバターでお願いします。OK です。猫ですね。麦ちゃんですか、これは。今アミの頭の中では何の音楽が流れてるでしょう。ヒントはジブリです。ジブリ。はあ、やばい。あ、麦ちゃんですかね。そうですよ、ね。正解でしたね。やばい。ちょっと頭でずっと流れてるかも。どうしよう。やばいやばい。何これ、レモンですか。正解は、あ、歩こう歩こうやって、あの地平線やって。正解はトトロ、トトロでした。やばい、浅い声で、ね、トトロがずっと流れてますね。ガチャガチャーン。ちょっとね、色がないとやっぱ麦ちゃんっぽくないんですけど、こんな感じですね。はいはい、にゃんこ、ん、はい、にゃんこ、ありがとうございます。そう、トトロかーいでした。トトトトン。昔トトロ聞いてミックスったことあるなんて。楽しそうですね、やりたいな。オッケー、じゃあ読みます。壇上13位、べーちゃん、ありがとうございます。12位、まゆさん、ありがとうございます。11位、まぼさん、ありがとうございます。10位、まさやかさん、ありがとうございます。9位、まふみさん、ありがとうございます。8位、FFF さん、ありがとうございます。7位、大野ふぎとさん、ありがとうございます。6位、つつめがねさん、ありがとうございます。5位、よりさん、ありがとうございます。4位、ひだかこうじさん、ありがとうございます。3位、こすもライトさん、ありがとうございます。2位、ひろゆきさん、ありがとうございます。そして、1位は、高政さんでした。ありがとうございました。では今日の昼夜コインよろしくお願いします。じゃあ、まあ昼夜のどっかで配信まだできたらいいなと思うのでよろしくお願いします。今日の23時59分までが第80受付のお支払い方法選択期限なので、お忘れなくよろしくお願いします。せーの、高政さん、ありがとうございます。じゃあまた後で会いましょうね。ありがとうございました。バイバイ、またね。